ガリシア州内の位置、ドドロは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカ・ドサールに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は3017人となっている。住民故障は、男女同系のダドレンス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.97%。ドドロは、 アコルーニャ県の南西部に位置し、コマルカ・ドサールに属する。北はロイスと、東はパドロンと、南はバルガと、西はリアン署の各自治体と隣接している。自治体中心地区はライーニョ教区のタジョス地区。ドドロはパドロン司法管轄区に属す。住民は3の教区の26の地区に居住する。自治体市長は、 ガリシア国民党のバレンティン・アルフォンシン・ソモーサ、自治体表議員は、ガリシア国民党6、6ガリシア民族主義ブロック3、3ガリシア社会党、2となっている。ドドロワ3の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。